今回はマスターズクロニクルデッキ、精霊王の創生を見ていくぞ。発売日は2016年8月6日です。デッキの動きを軽く解説。序盤はドローカードで手札を整えつつ、中盤ヘブンズゲートを発動して大型ブロッカーを踏み倒し、終盤精霊王に進化して勝負を決めに行く感じです。開発が好きな精霊王をフィニッシャーにしたいつも通りの天文デッキですな。明確なフィニッシャーがいる方がデッキとして使いやすいからね。レシピです。光水の天文王道カラーだな。あとは全体的にコストが重いな。天文引けないと辛そうなデッキなのはわかるぞ。でも受けが強いからそう簡単に倒される感じではないけどね。それでは個別で見ていこう。おお。まずはドロソのカードたち。スパークチャージャーは新規カードで貴重なマナ加速要素だな。コアクアンはデッキのカードがコアクアン以外光文明複合なのでほぼ確定で3ドローできるぞ。ロードリエスはブロッカーが出るたびに1枚ドローできるぞ。5から6に繋がるからアルカディアスの進化元にするのもいいな。4点。8点。6点。トリガーたちです。ちなみにアルカディアスパークトールが新規カードですぞ。今でも普通に使えるヘブンズゲートってマジですごいよな。コストが重い気がするけど効果は結構強力ですな。一応新規カードで踏み倒すこともできるぞ。やっぱりウルスと似てるよね。さすがにこれは意図したオマージュだろうな。トリガーとしては普通にありだな。進化元にしたりアルファリオン出しやすくなるとありがたい。重点。ブロッカーたちその1。サイフォスはともかくシリウスは時代遅れ感ないか？サイフォスも大概だけど。でも白王のスーパーデッキ買って畳からするとテンション上がるよね。あの頃のシリウス2体は特別なんじゃ。おーん、エメラルーダは普通に強いな。ポテンシャルを感じるカードだよな。2点。4点。8点。ブロッカーたちその2。ちなみに全て新規カードです。イラストがいいよね。わかる。これは天文もどきですな。壁を厚くできるのはいいことだ。さっきも言ったけどアルファリオンに繋がりやすくなるのはいいね。これも結構いいカードだよな。アルカディアスパーク打ってくださいなって感じだよね。あとスパークチャージャーも打てるぞ。出たターンだけのダイヤモンドソード効果か。使うタイミングが難しいですな。精霊王で蓋してから出す感じだろうな。精霊王たちです。新規はアルファリオン。アルファディオスとアルカディアスは思い出の結晶なんだよな。スーパーデッキ最強。効果もさることながらイラストもいいですな。今の時代こいつに特化したデッキ作ってみても面白いかもね。思い出100点。イラスト100点。総評。ドキドキ。すごく堅実な天文デッキだったな。もうちょっと遊び心があってもよかったんじゃないか？と思うぞ。安定感とデッキパワーは増えたかもしれないけど新鮮味が薄いのだ。初心者や復帰勢にはちょうどいいのかもしれないけどね。あと新カードはどれもそれなりに良かったぞ。それではこの辺で、ドロン。